こんばんちは。今回はパズドラ実況パート7やっていきたいと思います。で、行くダンジョンなんですが、サホドラ大発生に行ってみたいと思います。で、今回行くのは一番上、超サホドラ逆襲です。まあ一回クリアしてあります。で、今回行くパーティーはこのヒパですね。まあ久しぶりにこのパーティー行ってみます。で、芝が溜まったらもうガンガン攻めていくんで、まあ、まずはこの芝のスキルを貯めていきます。で、このまあサホドラなんですが、まあ水なんで炎は全く効かないんで、全くっていいのかな、まあそんぐらいなんで、まずは耐久ですね。耐久してスキルで倒すって感じにした方がいいと思います。まあ無理に引っ張り突っ込んでも倒せないので、まず耐久をしてスキルを貯めて、で動画を貯めることにしました。動画をまあ毎回は貯めないで1日1回ずつ撮ってたんですが、1日に3、4回撮って編集してそのまま投稿したら多分早いなと思いますので、まあ1週間に何本かな、まあ結構上げられると思います。まあ動画をスタックすることで、まあ、一気に編集ができます。で闇芝がたまるんで、まあ、使います。で、これがもう火属性がなくなるまで、じゃあスキルは使わないで全部いきます。最後はおでんで決めたいんで、まあ最後はおでんで決めましょう。よし、右側が落ちた。はい、まあ、こんな感じですね。こんな感じでクリアでいきます。まあ、今回はまあ超短かったですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。